新しい、アプリを落としてきました。先ほど続きを言いますと、こちらスターフォースポケットというあのアーケード用のゲームがありまして、それをあの、スマホ版に移植したものでして、下にあの63,367 枚というコインがあるのですけど、こちらを、まあ、レースに出場させてですね、たりあの馬券を取ったりして、プラスしていくっていうのが、ポイントになっております。先日の話なのですが、今ですねプレゼントをやってまして、馬風石かなり、もらえるようになってますので、毎日、プレイされる方はログインして、もらった方がいいかと思いますね。さてですね、今回、ですけどカタノフラメンコという名前の馬でして、これですね血統的にはどうなってるかと言いますと、あの黒船を父に持っている方の iPhone に、エピファネイア、シンボリクリスエスサングですね、のエピファネイアをつけました。このようにですね、台をつなげていってます。で今の成績なんですけど、デビューしてからですね、いろいろ様子を見て、中距離、マイル戦があってと、芝のマイル戦があっているということが気がつきまして、出してるんですけど、それほどあの強い馬ではないですね、こちらは。まあ、自分で言うのもなんですけど、で、調教パートナーというのは右にあるんですけど、これをやりますと、調教1、調教2であります、能力が特に上がりやすいという、この、赤に記しているものが、上がり幅が大きい能力ということになりますね。さあ、こちらですね、テスト体重を、そう、入手してみましょう。気合十分ですね。調子を、いい感じですね。で次ですけど、さてどうしましょうか。芝の参り戦、京都牝馬特別ステークスというのがありますね。それまではちょっと今は多分このままあのレース出してもちょっと苦しそうなので、鍛える方を結構重視したいと思います。両方やりますね。どちらがいいのかな。いい感じですね。スピードはやっぱ上げていきたいところですね。おっと、はるかちゃんというのが、この秘書ははるかちゃんではないんですよね。秘書はこのように、選べるようになってまして、今、笹山美咲という、近寄らないでもらいます。メガネっ子ですね。選べまして、さらにですね、メガネも外せますね。そして衣装がですね、このように、カジュアル衣装とフォーマルな衣装、両方選べるようになってます。そうですね、フォーマルな方がなんか、自分は好きですね。私は北方くるみ。北方くるみさん。よろしくね。ツインテールの人ですね。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。今村彩香という声優がやってまして、この今村彩香の、自分のブログだったかな、がステイゴールド、馬好きの声優です。あと、お酒も結構飲めまして、1月からですね、宅飲みという、15分アニメ、こちらの、主人公の OL だったかな、役をやってます。これは結構、好きですね。宅飲みです。松並結衣です。はい。これは姉御タイプで、声優さんもまあ比較的、
あの、あ、姉御タイプの声優さんですね。吉遥です。好きなものは可愛いものです。申し訳ない、こちらが今村彩香さんでしたね。この人がまあメインの秘書でして、まあ、今村さん、が時々ですね、何ヶ月1回かな、2、3ヶ月1回かな、大きなこのスターホースポケットの、バージョンアップなどやる、いや、イベントなどをやるときに、ニコ生で、ニコ生だったと思いますけど、で、出てきまして、司会を務めるといった次第です。やっぱり競馬好きだけありますね。なかなか、声優の中で競馬好きをアピールしてるって少ないので、まあ、頑張ってほしいですね。まだ若いんで。笹山美咲です。あまり、私は北方くるみ、よろしく。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、清楚タイプですね。お手伝いさせていただきます。駒場葵さんはもう選べるようになってまして、松並ゆいです。ちょっとなんか危険な感じがしますね。今日はもう飲みに行きましょう。日吉遥です。好きなものは、ね、こまま笹山美咲です。笹山美咲、あまり近寄らないでください。戻しましてます。ちょっとだツンデレタイプですね。さあ、神社というのもあります。黒身宇治に行きますと、ラッキーな、ありまして、そのラッキーをやると、まあいいことがありますというか。さっきの、あの調教ですね、パートナー調教が、あの当たりやすくなるというメリットだったと思います。元気ですね。会話ですね。そろそろかな。クエストを達成しました。プレゼントがありますので、もらっときます。ところで、今のラッキー、ラッキーバヌシというのが点灯しております。ちょっと、気合い十分ですね。いい感じですね。そう、今ビールがあって、そのビールで調子のあれを、水底を上げることができるんで、早くやった方がいいかもしれないですね。とりあえず来週、武豊が確保できましたね。やっぱり武豊が強いです、この、ゲームのプレイは。さて、今週はレースですね。レースがあります。ウッドチップか、ウッド、やっぱりスピード上げるといいかもしれないんですよね。なんだろうこれ、ケーキがありますね。に調子回復か、どうだったかな。嬉しそうですね。まあここはちょっと調子を、で、これが今が496キロなんですけど、馬体重の何か用ですか、挑戦を文句ありませんと出てきた時には、あのベスト体重ということになります。この496というのを、あの目指せばいいです。成長するとこの馬体重の、ベスト馬体重が上がっていきます。ひとまず上げなければこの体重でいいはずです。ところで、レースをしていきます。今サイレンス鈴鹿のイベントをやってますね。音速の貴公子、大逃げ、余裕の一番人気です。さてと、今年齢戦で距離もあのマイル戦って合ってますから、まあ、ここはあの勝ってもらわないといけないとは言っても 2.7 倍ってそういうほど良くはないですね。相手がですね、ヘブニンロマンス、これ松田美希を鞍上で、秋の天皇賞を取った、馬ですね、名馬ですね。それから、2番人気がエリオンピクシー。
ウィングレット、それからマイヌーベル、イタナーソナウマ、アズバサンダース、このあたりですね、有力なのは。で、あとですね、客室が、今先行ですね。で、この、で、スターホースポケット、前に行った方が有利です。なかなか差し追い込みは届かないですね。なので、先行馬にして、勝負根性を鍛えるというのが基本になります。ただやっぱりスピードですよね。さて、レースですね。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。実況、杉本清さんです。ゲートが開いて飛び出した。12頭であります。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはエイジョオスカル。そしてそのうちに6番ウィングレット。4番シアリアスマリオ。その後ろにやりましょうか。スナーツーラン。これと一緒にアズマサンダース。そして6番手に8番カタノフラメンコであります。11番チアズメッセージ、そしてその後ろからヘブンリーロマンス、それからチャペルコンサート、1番ボルクローレ、エリモピクシー、そしてシンガリからマイネヌーベルであります。前でありますが前、先頭行くのは名称オスカル、残り半分ですね。これを追って6番ウィングレットであります。4番シアリアスマリオ、その外からは12番アズマソンダース、内から1頭5番スナーツーラン、1番人気のカタノフラメンコ、竹豊騎手、どのあたりで動くんでしょうか。伸びればいいんですけどね、なんか勝てそうにないような。あ、でも中割ってきました。今あとヘブンリーノマスが伸びてきましたね。むしろヘブンリーノマスかされそう。3着も危ういか。どうなってんだろう。思った以上に惨敗だ。これはつらい。ヘブンリーノマスの勝利。もうちょっと鍛えないといけないかもしれないですね。次に備えましょう。気まぐれか。まあ能力上げないといけないですね。まあちょっとこれきついかもしれないです。まあそれがつけと言いまして、次の世代に備えるために、まあ会話で調教をしてですね、力だけつけて、レースには出さずに、レース出すと消耗しちゃいますから、レースに出さずにですね、次の世代かけるという手はあるんですけど、まあ、基本的に私はやりません。さてと、今はベスト体重なので、これは無理せずに放牧ですね。4周ぐらい放牧させて498で出しましょう。農園で収穫できます。農園で収穫できます。そろそろでしょうかね。調子も馬体重が良いとどうも調子も収穫できます。この上がっていくようで、この今ですね、なんかオレンジ色みたいなものが調子がいい状態ですね。この状態に常に、保っておきたいところですね。適正な馬体重です。ここで成長速球を使います。成長促進はいいんですけど、まあコインを使っちゃうのがちょっと。農園で収穫できます。どうかなと思うんですよね。農園ができた、収穫可能と、コインがかかっちゃうんで、これはコインを使わずに OK ですね。収穫しました。さてと、レースを先に見てみますか。そうするとですね、阪神ヒンバステークスがあるんですけど、まあ、出られない。もう確率福島ヒンバステークスに出すのが良い。また竹豊乗ってくれますね。竹豊が相性悪いのか。いい
ないけど、元気ですね。ケーキという特大アイテムがありますね。これでどこまで力つけてくれるか。レース展開に合わせて柔軟に位置取りできる馬は魅力的ですね。そうですね、やっぱり前行けた方が有利なので。気合十分ですね。いい感じですね。調子を整えていきましょう。馬体重が結構重めになりそうですね。調子はいいので、レースがあります。絞っていくしかないですね。気合十分ですね。嬉しそうですね。これで496ベスト体重です。この引退までという週、左側見えますでしょうか。馬体重496の一つ下なんですけど、これがですね、大体ほとんどの馬120周あるんですけど、調教などをして、周をめくっていきますと1周ずつ減っていきます。でただし放牧した場合は放牧している期間周は減りません。だから放牧、レースが終わったら放牧して、ベスト体重近い状態まで戻して、で調教させてっていうペースで周の減り方を抑えて、レースになるべく多く出せるようにするっていうのが、基本ではありますね。さて福島牝馬ステークス、出していきますか。1.9 倍、さっきより低くなりましたね。おっとグリグリですね。全部20枚。前行く馬がそんなに多くない一方で逃げ馬が3頭いるんで、なんとかここは重賞初勝利狙いたいですね。レクレロール引いた運行はある馬ですね。またヘブリードワースと名称したんですね。一瞬静まり返る状態。内枠をうまく生かして前へ行って、準備が整いました。押し切り競馬ができればいいんですけど、スタートを切りました。12頭、スタートはまずはですね、まずまずのスタートといったところであります。さあここからですけど、どう前へ行きにくい。5番手か、その後ろでやりましょうか。スターリーヘブン、4番メリショーオスカル、3番手を伺おうというところ。メリショーオスカルですが逃げられなかったんですよね。1番人気のパタノフラメンコ、竹豊騎手、どのあたりで動くんでしょうか。8番大隅コスモ、そしてその後ろから10番ミスパスカリ、シャイニンルビーがそのうちにいます。ティアフルスマイル、内を通りまして来年のヨベル、それからレクレドール12頭、これから向こう正面であります。一番飛ばしていきます。場内がどっときている。場内がどっときています。黄色い帽子、差は詰めてるんですけど、直線は短い。あ、でも、いい伸びですね。さあ、一気にヘブンリーロマンスは伸びてきた。ゴールが結構短いんですけど、どうだ。粘りましたね。勝ちました。重賞初勝利です。こういうふうにして、最初のうちはあんまり無理させない方がいいですね。G1取るといろいろいいんですけど、コインが稼げるんですけど、まあ3着に入らないとコインは稼げないですから、このようにコインメダルですね、メダルを稼ぐためには、まあ自分に合ったレースに出ると、あと G1 とか大きなレースになるとの、ショーモードも変わってきます。消耗するとですね、能力が落ちちゃう
らしいんで、G1 勝つ、出るときは勝って、しかも合間空けて調教した方がいいですね。というわけで、こっち本日、スターホースポケットはこちらに、ここまでになります。スターホースポケットの、プレイリスト、動画リストを用意しております。前スターホースポケット、100本以上の動画を、上げております。こちらですね、殿堂入りしたりですね、した G1 もいくつも勝った 馬などいますので、よろしかったら見てください。で他にですね、競馬ゲームはウィニングポストというのをやっております。こちらパソコンのゲームでして、光栄さん、テクノさん、もともと光栄だったんですけど、テクモと合併して光栄テクモになりました。その光栄テクモが出しているウィニングポスト8、はい、こちらもやっております。ご存知ですか？はい、他にですね、ブログ、ツイッターもやっております。まずブログがこちら、はい、そして、ツイッターですね、ツイッターがこちらです。はい、多分上に出てるかと思います。でそれからですね、関連動画をこれ上げます。こちらはですね、最新のアップロードとか、こちら関連する動画、あとスターホースポケットの動画リストなどを上げております。はい、よかったらそちらを見てください。またチャンネル登録されてらっしゃらない方はぜひ していただくと嬉しいです。はい、では今回はここまでになります。はい、ゲーム動画で行こうでした。また、次回よろしくお願いします。バイバーイ。